ヤシュ・エーブ・ショークは、マヤ・ティカル王朝初代の王。90年頃、王位についたとされる。ヤシュ・エーブ・ショークが、具体的に、いつ、ティカルを統治していたかは、はっきりしていない。以前の研究では、378年に死亡した、ティカル王朝第9代の王とされた、チャック・トック・イチャーク一世を基準に、ヤシュ・エーブ・ショークの統治年代を推測していた。 おおよそ170年から235年、あるいは219年から238年に、ティカル初代の王として即位したと思われていたが、チャックトックイチャーク一世は、第14代目の王であることが判明したため、現在野手、エーブ・ショークの統治年代はおよそ90年頃とされている。野手、エーブ・ショークが統治していたとされる時代は、マヤ文明の創設期にあたる。ティカルは、 初期文明の発展に大きな役割を果たしていた。最初の段階、サメという意味を持つハットマーチングルーブ2008、P26、マーチングルーブ2008、ピアニッシモ26から27、ヤックスウェビーズフ、メッセイウェブ、メッセイウェブパブリケーションズ2015年11月11日、閲覧、サイモン・マーティン、ニコライ・グルーベ、中村誠一、 長谷川悦夫、徳江沢子、ありがとうございます。